そして2メートルの恵まれた体格を生かした豪快なファイトはまさに見応え十分、高野真嗣。古代ローマ時代のグラジエーターのようなコスチューム、ミステリアスなフェイスフェイントをトレードマークに大型パワータッグチームが登場してまいります。元 WWF 世界タッグ王者で4回目の来日、スマッシュデモリッション。そしてそのデモリッションのリーダー、アックスの代わりにタッグを組むクラッシュデモリッション、27歳の若さと2メートルの長身、無限の可能性を秘めた男、4回目の来日、日本でのファイトに注目しましょう。デモリッション、グラジエーターザ・デモリッションが登場しました。映画マッドマックスそのまんまですね、これね、かっこいいですね。まあ今日のですね、この WWF と SWS のですね、あっと、いきなりデモリッションズが中野そして高野両者を捉えてヘッドバット攻撃。リング上は高野俊二と、そしてこれはクラッシュですね、はいはい、ザ・デモリッションズのクラッシュの方ですね。はい、クラッシュです。セカンドロープからタイミングを伺う高野俊二、ドロップキック、胸元に炸裂、デモリッションズのクラッシュ。ロープに振って今度はラリアット開始。まあ大型パワーサポート。この6メートル四方のリングが非常に小さく見えます。赤コーナーでスマッシュの方の高野が待っていました。バックアップ。いやー、もう序盤戦から菊池さん、このデモリッションズというのはなかなかそのマッチプレーの妙技を見せますね。中野をターゲットにするかと思ったら瞬時に絞ってますね、自信あるんですね。高野は逆にこれからセカンドロップから振ってダイビングボディープレス、ようやく高野俊二から中野真一にタッチ。円錐切りがちょっと今浅かったような感じです。デモリッションズはスマッシュの方にタッチマークが施されています。ニュートラルコーナーに振って今度はキッチンシンクのような形です。そのまま投げを打つデモリッションズのスマッシュ。まあこのタッグマッチではやはり連携プレー、リレーをやっぱり短くスパンでつないでいくということが常道ですよね。リフトアップしたこれだけの怪力、すごい力だ。ザ・デモリッションズフラッシュ、クラッシュ。高野と中野もアジアタッグ王者になったことあるんですけどね、まあ、あのコンビ組んでた時間が短かったですから。まあその点このデモリッションズのスマッシュ&クラッシュというのは専門家ですよね。これだけの体格ですからなんとなくこう武骨というか不器用にも見えるところがあるんですが、その辺はやっぱり自分たちのテリというか、はいはい、というかね、赤コーナー近辺で試合を進めてますよね。パワーもあるし、そういうところはやっぱりクレバーですよね。絶対、ま、あの対角線から向こうに試合持っていかないですからね。バックブリーカーから頭を掴んでロープに振って一回逃げたラリアット。まあこのラリアットもですね、一人がフェイントして一人が、ね、時間差でしたね、今ね。危ない危ない、カウント2つ。中野真一もう一回ロープに振られて今度は同締めの体勢です。このまま前に落としていくのか。まあさっきはその中野真一リフトアップされてましてね、はいはい、今はちょっと同締めという感じになりましたけれども、はいはい、怪力殺法でありタッチワークがいいということになるとこの中野真一高野組というのは苦しいですね。やっぱりパワーは真珠はありますけど、中野はちょっとこの連中にからぐっと落ちますからね、パワーの点では。ただテクニックは中野が一応あると思うんですけどね。意外とこの試合も序盤からどうでしょう、ザ・デモリッションの方がヒートアップしているという感じ。中野真一高野真二組はちょっと防戦というかまだ相手を見ている、まだ攻守ところを変えることはできません。
チョップが一発二発ほとんど力ないですね、新平さん。力いっぱいの今ファイトでしたよ、中野選手ね。もう私どものこの放送席の間近なんですが、パチッパチッという音がするんですか。思いっきり目向いて叩いてましたけど、全然聞いてませんでしたね。今度はニュートラルコーナーからナックルパートという攻撃。さあ頭を掴んで自らの赤コーナーへ持ってきて、こういうところのタッチワークは何気なくこうスムーズにいってるわけなんですね、菊池さん。そうですよね、さすが専門家です。それに悪いことはあまりしないでうまくやってますよね。これといった反則技は出してないでしょう。ただ高野は自分のその青コーナーから中野を見つめるだけという、フォローに入ろうとすればそこをやっぱりレフリーから止められてしまう、はい、ということですよね。あれだけ距離がありますからね、入ってくるには。またこれも一人時間差が起きて、このままパワーボールの体勢か。今はパワーボールというよりちょっと自分の膝の上を落としてましたね。カウントは3つ、カウント3つ、カウント2つですか。いや、カウント2つですか。危ないところですね、今3つかと思いましたね。レフリーはフォールしませんでしたもんね、さあ今度はバケット、これは衝撃度はかなり厳しいものがあります。中野真一どうだ。場外の方ではザ・デモリッション、クラッシュと、そして高野真一、高野、椅子で打たれている、椅子で打たれている、リングサイドで椅子攻撃。あ、ここであカッターが出ますね。スープラトンで膝肘を落としていった、これは危ない。カウント3、やられた。ザ・デモリッションが高野、中野真一組を下しました。まあ、日本の古い言葉だにね、でかいものにはやられろっていう言葉がありますないよそんなの首相をやられてしまいました。いやー菊池さん、本当にまあ中野真一にデモリッションがその攻撃の焦点を絞ったっていうのは分かるんですけども、最初は瞬時だと思ったんですけど、やっぱり最終的には中野だったですね。それ鉄頭鉄尾連携プレーに徹してましたからね。なるほどね。まあこういう中で高野がその自らのパートナー中野真一のフォローに入れず、最後は場外でスマッシュの方に捕まってしまってですね、無念の涙を飲んだという感じなんですけれども、背叩かれて上がってくるところはもうフィニッシュになってたでしょ。ですからちょっと間に合わなかったですよね。やっぱり連携プレー前ですね。前ですね。まあ、かつて一つの冠といいますか、先ほど菊池さんからお話があった中野真一、高野俊二もですね、アジアタッグというですね、まあその王座を獲得したという経歴はあるんですが、やはりその辺は逆に言うと強者のザ・デモリッションが上手でしたね。やっぱり専門屋とインスタントコンビの違いですね。ちょっとインタビューを聞いてみましょう。松村さん。はい、こちらインタビュールームです。もう先ほどからですね、もう試合が終わったばかりですけどね、もうものすごい迫力なんですよ。それでですね、このザ・デモリッションのスマッシュ&クラッシュはですね、4月の今度の23日、24日、25日と次期、SWS のですね、上越、そして新潟、後楽園と、こちらの方にですね、参加することが決まっています。その辺のことをちょっと意気込みを聞いてみたいと思いますが、 I hear you will join the next SWS tour in near future. Yes sir, that's right. It's coming up in April. How do you think about it? You're looking at, of course, what he's gonna do. He's gonna get anybody out there and crush them.And I'm gonna go up on top, and I'm gonna smash them right now. That goes for any tag team. What you people in Japan are gonna learn is demolition means respect in America, and especially Japan. SWS, any stinking tag team.We're coming at you. Tell them! Tell them! わかりました、とにかく伝えてくれと言われてますけれどもね、どんなチームでもスマッシュしている、ぶっ潰している、そしてどんなチームでもクラッシュ、ぶち壊しているというふうに、この迫力です、絶対次の SWS のツアーはどんなやつらが出てきてもぶっ潰しているという大迫力のザ・デモリッションであります。